足立です。明日は久しぶりの対面授業でさ、もう本当に引きたくないわ。対面授業だって2年ぶりだぜ。明日ゼミがあるんよ。もうずっと言っとるよね、動画内でずっと言っとるよ。もうゼミが嫌やわ言うて、もう本当にやだ。でもなんか新しい人と関わるのまあ好きなんだけどさ、もうなんかもう初対面で一発目が嫌なんだよね。待って、今日の動画の趣旨言ってなかったんですけど、今日はその久しぶり、もう1年ぶり2年ぶりの対面授業に行く前夜から朝にかけての1日をお送りします。1日ではないです。ただいまちょっと1時何分とかなんですけど、もう寝ないと自分明日2限から授業で、でも1回目の授業でさ、一応受けないとさ、なんかちょっとこれは出席で取るのか取らないのかみたいなのがちょっとあれじゃないですか。だから1回目の時はマジで受けたい気持ちがあるから寝ないといけないんだけども、いつも4時とかに寝てる自分にとってはなんか寝ようという気持ちは悪いんやけどな、なんかな、抗っちゃうよね。なんかもういや起きないとみたいな、起きたいぜみたいな、すごく気持ちがあって、だから起きてます。お腹空いたのでちょっとこの今日これ買ったんだ、有明の海苔を今日は食べます。鼻の中にさ、ニキビができてさ、マジで痛くて、結構潰してんの、痛いから、痛すぎてさ、もうなんか痛いね今も。だから多分まだ生成されてるから、まあ後で潰すと。最近やった話していい？この機会だし。まあするんだけど、ダメって言われてもう釣れますよ。すいません、割と結構な時間話します。今日ね、バイトの面接だったんよ。バイトしようと思って、皆さん知らない人はバイトしません、無職です。バイトしようと思って、なんかオリンピックのなんか公式グッズの販売員みたいなバイトを友達から教えてもらって、それ一緒にしようぜみたいなやつでやろうとしたんやんか。書類を送るみたいなやつで、本人確認処理みたいなのがあった。それでと思ってないんよ。まずもう、本人確認書類はもう別になんかエピソードなんもなかった。ないんです、本人確認書類が。なんか、マイナンバーカードか、パスポートか、免許証のどれか、みたいな感じで、もうどれも持ってないわけ。終わったぜってなって。で、マイナンバーカードをさ、申請しとったやん、前。申請したから、親に取ってきてくれみたいな。でも親は、多分本人じゃないと無理だよみたいな言われて。でもな、親は、一応行ってみるわ、みたいな言ってくれて、まあ行ったんやって、今日も午前中に。でも本人じゃないとダメらしくて、ダメでした。だからバイト受けれませんでした。ということで、また無職です。こんにちは。うわ、すごい、なんだこれ、個別な。で、そんな中、自分が起きて、1時間後、ヒルナンデスを見てましたよ。ヒルナンデス見とるときに、なんか友達が、今から家行っていい？みたいな言われて、まあいいよみたいな。でもずっとこの状態、まだこの状態やった。だって、終わったと思って、お風呂入れんわって、もう時間的にもうお風呂入れねえぜって思って、このまま友達と過ごしたんやけどさ、もし朝風呂派だから、友達帰ったから6時ぐらいやったんよ。で、今から入ったら、マジキモってなってさ、今入って、明日の朝入ったら、キモくねってなったから、ちょっと今もう2日間ぐらいお風呂入ってない状態なんですけれども、はい、許していただきたいです。画面越しに、さすがに前だね、匂いとか、汚れとか、ちょっと油のベタベタ感とかは、あんまりね、まだ 5G になってもなかなか届かないぜ、ということなので、さすがに許していただきたいな、ということにはなっておりますよ。この状態のさ、何が嫌ってさ、明日の朝起きた時にさ、顔がどうなってるかなんよな。めちゃくちゃ荒れてる場合もあるし、全然なんもない状態の時もあるやん。本当にギャンブル。でも明日本当に重要じゃん。対面授業開始だぜ。ゼミも開始だぜ、ということで。まして重要な局面になってるんだけども、大丈夫かな？大丈夫か？それでさ、明日ゼミで、春休み中になんか、本読んでください、みたいなやつがあったんよ。この本読んでください、みたいなやつがあって。一文字も読んでない。怒られる？かな？大学で怒られるってことあるのかな？大学って怒られる場所だっけ？それがすっごい不安なんだけど、唯一のゼミの友達なんかグループで一緒になった人が、読んだみたいな言うから、読んでないぜみたいな言っとったから、じゃあ読まなくていいかということで、自分読んでませんからね。本当、自分はあなたのことを信じてます。てか、待って、これさ、ゼミが始まった後さ、この動画投稿されるからさ、ゼミの人に見られるってわけだよね。ちょっと待ってよ。てか、前回の動画がおしっこ漏らした話なんだけど、絶対、やっば！インスタとかバレてさ、YouTube やってんじゃん。で最初の動画見てやるって言って、おしっこの動画とかで、最悪だわ。どうしよう。ということで、飯食いに行ったら、なんか2時になってしまいました。なんで？
って感じなので、普通に本当に急いで寝る準備をしたいと思いますので、もうカットでも結構今すぐ喋っちゃったのでね、僕頑張っちゃったね、喋っちゃって、ここ声が響いて怖い、にょろろろろろろということでさ、もう、ね、あとは寝るだけなんやけどさ、いやなんか今日みたいにちょっと明日早いからちょっと早く寝んとあかんわって時さ、なかなか寝れんじゃないですか、なかなか寝れんと思うんですよ。でこれね、高校の友達に教えてもらったんやけど、なかなか寝れん時ってなんかエロいことを考えながら寝たらなんか寝れるんよ。マジでこれ本当に自分結構ねもう実践してる、もう本当みんな騙されたと思ってさ、やってみてマジで。そんな感じで僕は今日もエロいことを考えながら寝たいと思います。ほんと今日さ、今夜めっちゃ喋りすぎたけど、明日の朝になったら全然喋らんから、まあそれは期待してほしい。このように動画長くはならないから、明日の朝はテンション低い足立くんとお会いしましょう。おやすみ。なんかすごいニキビできてね。新しい朝が来た、希望の朝だ、喜びに胸を。お風呂入ります。ん、今から2限の授業受けるとしてんだけどさ、勝手にパソコンがアップデート始めて受けれないんだけど。あ、聞いた。なんだかもう本当に嫌なんだけど、もう行きたくないゼミに、もう嫌だよ。びっくりした。今授業中なんだか、今ミュート外れてたかと思った。え、外れてないよね。びっくりした。すごくびっくりした。最近ちょっとね、気になってる人がいて、まあ今日学校行くやんか、学校行くからさ、なんか会ったら気まずいんで、ちょっとやばい、塗りすぎた絶対。あれ、6月16日絶対学校に来いって言ってる？違う、6月16日は、え？そう、学校で対面でさ、学校行ってさ、会ったら気まずいから、ちょっと全ての環境を整えて、全ての環境を整えとかんとな、やっぱ。てか、なんか絶対ミュートにしとんのに、すごくなんか、ミュート外れてないかなすごい気になっちゃう。絶対に外れてないのに。2年生の方が多いんだって、この授業。どうしよう。僕3年生なんだけど、まあ。てか、友達いないからさ、ちゃんと授業受けないとさ、マジで。え、これ対面？え、これ出席ある？とかわからんから、マジで困るんだけども。友達大事だわ。くっそー。やり直して1年生から、いやマジで終わった。今さっき受け取った授業さ、なんか夏季集中みたいな感じでさ、なんかさ、夏休み4日間なんか2、3、4、5限全部その授業やりますみたいな、やべえやつ受けてしまったんだけども、これがスクショです。スクショじゃない、写真です。やばくないですか。うんち行きますけどね、ちょっとね、ケープがねなくなったからね、これちょっと2本あるのはなんで？って言ったら2本どっちも分からないよ。さすがに1個使ったら1個捨てろよって話じゃないけど、ちょっとケープ買いに薬局に行かないといけないんだけど、実は自分さ、これ昨日で話したっけ？自分な。3限え？ 3 限、違う、2限オンラインで、3限対面で、4限空き子まで5限対面ゼミなんよ。バカすぎんこのリシャン、なんなんこれって思ったんやけど、もういかんとわかんないからな。さすがにってか、眉毛巻きすぎたしね、前髪巻きすぎて眉毛出ちゃう、今日もう最悪。ついでにお昼ご飯も買ってきまーす。バイバーイ。行かないと間に合わないのに、もうほんと行きたくないしな。普通にさ、ゼミが緊張してさ、マジでお腹痛いんだけど、どうしよう。めっちゃ緊張してる。顔赤いし。いや、もう一回、リマインドというか言っときますけど、ゼミに友達がいないから、こんなに嫌だぜって言ってるんだからね。ほんなら、お前ゼミぐらい対面になってくれて、行けよって言ってるな。残念、普通に行くわいな。じゃあ、友達がおらんから嫌なんだって言ってるじゃないか。そういえば、筆箱持って行こう。忘れてた。筆箱、やっと使うときも来ましたね、あなた。じゃあ、バイバイ。行ってきまーす。バイバイ。待って、めちゃくちゃ、部屋汚いんやけどさ。さすがに今日家に人来ないよね。あー、怖っ。眉毛どうしよう。